立山黒部観光無機場電車線は、富山県中新川郡立山城足倉寺室堂にあり、標高2450メートルの室堂平の中央に位置する室堂駅から立山ロープウェイとの連絡駅である、大観法駅までを結ぶ立山黒部観光の無機場電車線である。立山黒部アルペンルートを構成する交通機関の一つ。通称は立山トンネルトロリーバスで、 全区間立山直下の立山トンネルの中を通る。開業当初はディーゼルバスにより運行されていたが、観光客の増加による増便に伴って、トンネル内に排気が滞留するようになり、換気装置を設置しても大した効果が見られなかったため、環境保護のため1996年にトロリーバスへ転換したものである。2018年12月に関連トンネルトロリーバスが、 鉄道事業を廃止し、2019年4月に関電トンネル電気バスとして電気バスへ転換されたことにより、現存する日本で唯一のトロリーバス路線となった。立山トンネル中央にある交換所。鉄道用の信号機がある。大感ホーム路道館の所要時間は10分。当器は運休する。ディーゼルバス時代は、 椅子自動車製の大型バスを使用していて、途中1984年頃に更新し、トロリーバス化される1996年まで使用されていた。室堂駅、大観法駅。ありがとうございます。